カーンバーサは古代インドのマガダ国に起こった王朝。春が朝に仕えていたバースデーバが春が朝の王デーバブーティを廃して建設したとされる。その歴史はほとんど知られていない。前代の春が朝藩とカーンバケはいくつかのプラーナ文献によれば再生族であったと伝えられる。これはバラモンを意味する子であり、春が朝時代より有力な家系であった。伝説では 春河町の最後の王、デーバブーティは無能であり淫乱な青年であったため、バースデーバは奴隷女を王妃に変装させて、デーバブーティに近づけ、これを殺害させたという。その後、バースデーバが王となってカーンバーサを開いた。しかし、この王朝の王たちは、プラーナ文献では、春河の進化でありカーンバの末である将王と記載されており、後にカーンバーサを滅ぼすことになる。 サータバーハナ町の記録には、カーアンバーサ滅亡をもって、春河一族の残存者を滅ぼしたとあるため、実際には、カーアンバ町時代にも春河家が何らかの影響力を保持していた可能性がある。カーアンバーサは、バラモン教を重視した王家であったが、資料に恵まれておらず考古学的な遺物も少ないことから詳細はわかっていない。この王朝以降、しばらくの間、マガダ国は、 旧来の覇者的な地位を失っている。4代45年間続いた後、中央インドのアーンドラ国に起こったサータバーハナ町によって滅ぼされた。ありがとうございます。